け合い、まあ、助け合いっていうか、まあ、助けたっていうのがあって、高校の時にこの外部走る体育の時間にこう外ランみたいな、そうランニングみたいなのがあって、この時は5キロ走だったんですよ。で、自分宜野湾高校だったので、この大山のこのバイパス、で車が あんまり人が歩かないところなんですけど、バーってみんなでめっちゃ熱で走ってて、で、この路肩にハザード焚いている車がいたんですよ。で、それバーって見てて、横から、まあ、原付きもバーって一緒に来てて、で、なんかわかんないですけど、原付きをバーってこう見てたら、原付きがそのまま車にボーンってぶつかって、後ろにボーンって、後ろにもうそのまま前にグーンって行って、もうその時めっちゃゆっくり見えたんですよ。で、もう帰ってきた時の顔も真っ違う。バーンってなってるのを見て、なんかこうバーって行って走って行って、なんかとっさに助けたっていう。で、その後はもう先生呼んで救急車呼んで、